愛さん、猫さん、ハートありがとう。おむすべさん、天さん、愛さん、テッカーさん、ドマさん、ナーミョン、クマ、ヤッホー。かわいいお洋服、これはあの襟つけてるだけ襟つけてるだけ、レッスン着に。あ、そうらしい、今日はオーディション募集開始日らしい。でも私は今日に応募してない私は今日に応募してない、締め切り間際に応募しました、多分だよね。聞いてる？聞いてなかった丸玉ちゃんさん、キャロットさん、アナピーさん、こんばんは。えり、やったね。のりじいさん、ちょっとゴンさん、配信初めて来られた、元気そうで、やった、配信初めて来てくれたの、復帰後の、嬉しい、今日来てくれて。ミキメロディーさん10、ありがとう。よしこくんもありがとう。ドマさん、ダイスさん、ありがとう。クロシオさん、こんばんは。ももにゃん、まっちゃん、きゅうさん、あすこさん、ああ上まで戻っちゃう。オーディションでの配信、確かにオーディションでの配信はラジオでしたね。なんか今日いつも以上に、え、今日はほぼすっぴんなんですよ。なんかチークとリップだけ塗ったみたいなだから今日はほぼすっぴん。眠たい、さっきまで寝てたしめっちゃ寝てたよ今日も。おはようさんさん、おはようさんさん、すっぴん、そう、チークとリップ。改めて愛知から STN ありがとうございます。こちらこそ歓迎してくれてありがとう。恋愛小説家さん、嬉しい。福チャンスさん、セアマッチャさん、こんばんは。眠たい。でもなんか付け襟、最近、昨日リエチもしてたの、紫の服にね。昨日の服に、を紫の服にこの付け襟にするか悩んでたから、そう、お揃いになりかけてた。危ない危ない寝起きっぽい顔。そうなんよ、眠たい。ファンフォーファンソン、え、ファンフォーイドンク、ファンソン、え、久しぶりです。自分ただいま3連休中。おお、いいね、いっぱい寝れるじゃん。きのこかパパさん、もたやまゆうさん、こんばんは。おだやんさん、キャロットさん、危な、何が何が、かわいい、ありがとう。3連休がもしあったら、あれ、ユニバに行きたい。今日もメールありがとう。こちらこそ、今日ずっと寝ててメール送れなかった寝すぎて逆にメール送れなかった。ケラちゃんさん、クリスタルブルーさん、こんばんは。今日はね、お休みだったんですよ、私も。で、そう、さっき起きてすっごいすっごいどうしてももうゲームがやりたいっていう衝動が我慢できなかったから、3試合だけエーペックスしたんだけど、調子が良くて楽しかった。
そう、なんか1ヶ月ぶり1ヶ月ぶりだったんだけど、 APEX 1ヶ月ぶりでもチャンピオンになれました。何時間、え、でもうーん、昨日は2時半ぐらいに寝てから3時半、4時半、5時半、6時半、7時半、8時半、9時半、10時半、11時半、12時半、13時半、14時半、10時半ぐらいに起きたから最初に7時間寝て、え、違う、12時間寝て、その後もちょっと寝てたから十何時間寝ました。そうだよ、チャンピオン、チャンピオン。しかもスクワット組んでやらなかったの。いつもはあのなんか固定して遊んでるたりするんだけど、今日は一人でやったんだけど、最後 1V6 ぐらいで勝ってたの。まあ超嬉しい嬉しいって感じで、嬉しい気持ちになってご飯食べてたから、え、今日はごぼうのなんか甘辛煮みたいなやつを食べたんだけど、ごぼうの甘辛煮も大好きだから、あのもうなんか嬉しいプラス嬉しいんで、なんかご飯食べてる時になんか発作みたいなの起きて、なんかイエイイエイイエイって食べてたら、なんか自分の親に大丈夫ってどういうことみたいな感じで、すごいなんか大丈夫そうみたいな言われて気まずってなった。1ヶ月ぶりだと損得、まあ確かに、でもそのシーズンが変わってたから、なんかランク認定戦みたいな感じで結構低いレートだったってのもあるかもしれない。ベイヨー、自分もエペやってる。え、そうなの？そうなんだ。エーペックスはね、本当に最近始めたんだけど楽しいよね。銀色金魚さん、こんばんは。七並べじゃない、七並べはボコボコにされます。リエッチにボコボコにされました。幕体初日のチケプラトレード、え、どういうことどういうこと。1ヶ月ぶりだと、あ、これ読んだわ。まゆたんさん、元が近所さん、こんばんは。どんだけゲーマーやねん、イエーイ。え、でも本当にね、そうだよ。いやでも、その前日と前日で合わせて合計5時間しか寝てないから、まあまあ割り勘していい感じって感じ。まなちゃん、まなちゃん、え、やっぱまなちゃんだよね。名前が違うなって思ってた。12時間寝ちゃった。何でやってるの？いや、ゲーミング PC でやってます。スイッチもプレス、スイッチはその PC じゃない時になんかスマホでゲームしてたから、そのスマホゲームしてる友達とスイッチでやったことあるんだけど、難しくて。スイッチってそのなんだっけな、 FPS が90とかだったかな、しか出ないからあんまり難しいんだよね。視野角とかも狭いのかな。うさまるさん、じゃありがとう。食べながら寝てないよ。フレッシュイチゴなりたいなさん、ペラペラキャンディーありがとう。いつもまして、キルンさん、ヤホミョンス。寝るのに割り勘、そうで割り勘した。寝るの久しぶりにメールの返信してきました。お、メールの返信来るの楽しみにしてます。ゆういちくんありがとう。あの、タワーのお礼もちょっと待っててください。ちずこちゃん、ありがとう、ハートとキャンディー。
ファンカンさん、レインボースターありがとう。視野額70、え、むずそう。ヒーさんは何で、何でしてるんですか。とりあえず福岡までノーミョンロス耐えます。福岡、福岡って何月何日だっけ。クリスマスか、クリスマス衣装の時か。待てない、耐えられないかも。どうしよう、どうしよう、耐えられないかも。僕隊公演は、お兄ちゃんは来てくれないんですか。叶うと出るんだけどな、お兄ちゃん。もしかしてナーミョンが本州アメリカにあるって言った方ですか。でも本州がアメリカだと思ってる子多かったよ、3期に。だから多分私もだけど、私以外もだよ。普段飲まないポシャ系飲みながら配信な見るなどしてる。飲んでるイメージあるけどね、意外と。かなうとひーちゃんも言ってた。本州、本州行ってたよ。じゃあみょんみょんとで、とトーハ、トーハワリカン、どういうこと。トーハワリカンってどういうことだ。牛さんよー、ハムラシハムラシハッシーさん、どういうこと。こんばんは、かずちゃんさん、こんばんは。12月10日か、サンタさんクリスマスの魔法にかかっちゃうかも。名前変えちゃってたの忘れてコメントしちゃってた、覚えててくれたの。いや、もちろんだよ、もちろんもちろん。ツイッターもね、私に向けてツイートしてくれたのも見た、嬉しかったよん。アウトで、アウトしたら大阪なのですまんの顔つき。大阪はもうちょっと先か、1月だっけ。PS5、PC 高くて買えません。 PS だったら4万円ぐらいなのかな。確かにだいぶ違うね。でも私はキーマーでやってるの、だからなんかパッドの方がいいって聞くから、ちょっと友達とかもプレステでやってる子もいるんだけど、パッドもいいなと思ってますね。でもなんかやっぱキーマーのゲームの楽しさがねあるから、キーマーでやってます。エペは YouTube で人気やな。そうかも、エペ以外のゲームはもう できない。他にもいっぱいゲームあるけど。眠たい。眠たい。突然眠気に駆られてしまった。藤玉さん、こんばんは。ハッシュタグの、ハッシュタグちいかなノーミョン出る僕隊、来て来て、待ってるよ。待ってるよ。ワイン、いや味を知らないから分かんないけど、ワインって結構高級なイメージがある。普段飲まないポシャケ飲んでます。牛さんはいつも飲んでるじゃん。いつも飲んでるじゃん、牛さんは。エブリデイだよ、エブリデイ。普段飲まないなんて牛さんは言えないよ。言えないよ。チケット増用、増用。ノアちゃんとリア中だけって言ってたけど、いや本当に違う、違う、違うよ。言ってたもん、他の子も言ってたよ。悪行のヨシーさん、こんばんは。先輩の言う姿、
ジュースだった？ももにゃんが明日どこに行くか国民に分かってしまったけど大丈夫。きのこかパパさん10ありがとう。暫定書をメールで送ってくれるのかな。送るよん、送ります。ヤッシーさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、ロジクール、え、そうです、 G703 使ってます。ひわわさん、 OKB さんこんばんは。ラーメンかわいい、やったん、寝たらばんやで。そうなんよ、メタクエスト3、え、なにそれ、なにそれ、パッドはね、そうだよね、エイムアシストあるから強い。エーペックスモバイルもちょっとやってたけど、モバイル、もうモバイルでゲームはできない気がする。エーペックス、マイハさんが配信、え、そう、マイハさんがそれ見たから、あの、マイハさんにエーペック、マイハさんとエーペックスの話この前しましたよ。いつか一緒にやりたい、マイハさんと。ケルンさんハートありがとう。ツーショットだけ、福岡は娘ロも行くよって、え、嬉しい、また娘ロちゃんにも、あえちゃんもね、嬉しいわ。ツーショットパシャパシャ楽しみ。え、そうなんだ、数百円もあるんだ、ちょっと味わうか。え、でもなんか、え、そう、高いものを普段ね、いつも食べてたら高いものの方が美味しく感じるけど、普段別に高いものをいつもね食べてるわけじゃないから、なんか普通ぐらいのものの方が私は美味しく感じる。コスパがいいっていうことによっていい感じ。すっぴん、すっぴんではないけど全然メイクしてない。こんばんは、ひーさんハートありがとう。みやちさんハートありがとう。みやびちゃんは妹ですか。え、自称妹っていうことで自称妹です。バレてもそんな影響ないんで。確かに、わかんないよ。リエチがピオリン買ってきてほしいって、あ、そう、リエチね、レッスン中になんかピンをしてるの、いつも。で、それがなんかサンリオのポチャッコの仲間のひよこだったらしいんだけど、私はピオリンだと思って、え、ピオリンじゃんみたいなって話しかけたのね。そしたら、え、何それみたいな感じになって、ユーナはチキンラーメンって言ってるし、もう面白かった。だから、そう、ピオリンがあるんだよって話をしたんだ。ひーちゃんが配信で誕生日言ってたの知ってる。え、そう、知ってる。いちごとかもねしてくれて、マジ優しい、本当にいい人たち、いい子、みんな大好き、みんな大好きです。そう、あのレッスンに戻る、復帰するときにみんな誰にも言わずに行ったんですよ。で、したらひーちゃんがめっちゃ泣いて、あの、もう飛んできてくれて、リア中とひーちゃん、すごい嬉しかった。エペは今ドハマり中、え、一緒だね、じゃあ戦ってるかもしれない。なんかね、エーペックスでその一人で行ったらさ、他の人が喋ってることとかあんまないんだけど、今日初めてそういう人たちに会ってちょっと嬉しい気持ちになった。アイカさんヤホミョンス、ノアミョンちゃんの薄メイクのファン、やった、洋服に書いてる文字を読みたい。
よっこらしょっと。何ですかこれは。てんてんてん、よいしょ。すぴん、え、リップとかチークとかくらい。モンモンこんばんは。ソワカさんこんばんは。いつの間にかソワカさんはモンモン呼びになってる。薄メイク似合ってる。やったー、またやまゆうさんありがとう。 46UN63 こんばんは。リアルアーチャーに会いに来てん、会いに来てん。呼ばれかけてそれは怒るでしょ。怒るわそれは。ファッションに疎いんだね。サンリオでは、え、コギミュン、コギミュンが好き一番。でもあのサンリオでも DD なので、いや高校生の時はマイメロだらけでした。机の上が iPad ケースも筆箱もブランケットとかもいつもずっと隣の友達がいたんだけど、その子もマイメロだったからマイメロって感じで、その二席だけピンクだった。すごい、マイメロも大好き。ピアノちゃんも好き、クロミちゃんも好きいっぱい好き じゃあピオリンのことじゃないよ。しかもポチャッコの隣をピオリンとチキンラーメンと間違えられた。リエチかわいそう。ポチャッコの隣の子がかわいそう。ビオリンチャレンジ？何それ、何それ。ひーちゃんの話泣ける。ひーちゃんの話、そうマジでひーちゃん大好き。ひーちゃんとスマホケースをお揃いにしたんだひー、ほんまナーミョンのこと大好きよね。いやーナーミョンがひーのこと大好き。ノンミョンのこと大好きだからね。そうなの私もひーちゃん大好き。ナーミョンこんばんは。夜勤明けウッチーです。お、お疲れ様です。ウッチーさん YouTuber さん同士で、え、でも APEX は全然初心者なので大会とか出たことないんだよね。だからてかそんな未来はありません。 APEX はもう上手い人多すぎて大会なんて出られない出られない。でも大会で勝った時のもう脳汁やばいよ。いつか APEX でもそうなれたらいいけどね。もっと早く APEX の楽しさに気づいていればね。よかった。でなんかね、ゲームのセンスないって言われる本当にゲームのセンスがないのでエイムゴリ押しです。私は、私はきしめん小僧と書いてあります。そういうことにしよう、そういうことにしよう。スーパーガチさん、おっさんさん、リンゴマークさんこんばんは。ナーミョン着ている服私も買ってよ。え、そうなの。ウレピオ、ウレピオ、おさらっちじゃん。スメイクモモンかわいい。ウレピエリザベス女王ちょっと嬉しいかも。肩にレース、え、でもこれね付け襟なんだこれ付け襟。そう、サンリオ大好き、かわいい。マスクさんこんばんは。そう、サンリオ DD なの。今週公演で首にかけてたなんとかもケロッピ、 LINE のアイコンもケロッピ、え、いいね。ケラケラケロッピかわいいよね。サンリオは中学生の、中学校2年生でハマってそれからずっと大好き。同じような服買いました。あ、同じようなか。でもほぼおそろっちってこと。
ナーミョン、ハート、なんだろう、保安官さん。あれ、またコメントが上に行っちゃった。初めてアイドルから脳汁って単語聞いたかも。個人的にニューシップのイントロが脳汁出る初めてアイドルから脳汁出た。確かにあんまり言わないもんねあ、確かにニューシップのイントロ脳汁、え、分からん、え、分からん。なんかゲームでしか脳汁分かっ、やばい、脳汁やばいっていう単語しか言ったことないからあのゲームの時しかわからんプータさん、ハートありがとう。メール来た？本当に？レピー、シナモン推しね、そうだよね、シナモンのイメージ。アイドル枠で出るしか、アイドル限定の大会なら勝てるんじゃね？勝てるかな？いやでもなんか私はそのガチガチにあのなんだろう、固定してなんかもうなんだろう、大会とかでもランダムとかから知らない人となるかもしれない大会とかあるんだけど、そういう時に勝てることあんまりなくて、なんでかっていうと知らない人とかに喋るの、喋る時になんかここに多分いるかもですとか言って、もしいなかった時に気まずいじゃん、気まずいじゃん、気まずいじゃん、気まずいじゃん。だからそういうなんだろう、ことが言えないから、あのいつかね言えるようになったら勝てるかもしれない。深みが違う深みが違う本当にそれはなんかどうなんだろう、崩さずに持って帰れるかっていうチャレンジ。あ、そういうことそういうことか。木体の日、あ、寒いんだ。オンラインあーちゃん行こうかな。みやっち枚数少ないからもっと出してとか言わないって約束してくれるなら取ろうかな。来て来て、ぜひぜひ来てください。ぜひぜひ待ってます。はじめまして、山口頑張ってね。ありがとうございます、頑張ります。ウエーマンさんは山口公演来てくださるのかな。ラーメン来た、やっほー。ヒロさん、忘れていいよさん、タコさん、ありがとう。個人的に上がる曲のイントロで脳汁が出ている気がする。あー、確かに。まあ、え、でもちなみに言うと脳汁の意味をよく理解してない、私は私はよく理解してない。ウッチーさん可愛い、ありがとう、ありがとう。素直に、え、素直なのかも。あら、ありがとう。フルバディエピやる人か。え、どうだろう。でもなんか友達が少ないからエペしてる。だから2人で1人は野良の人とかが多いかな。でも最近は、最近フルバディやったのは2ヶ月前とか。でも友達、そう、いつも遊んでる友達のお友達みたいな感じだから、あんまり知らない人で、その人が強いから勝てたみたいな。この時期だとどういうプレゼントもらうと嬉しい、あくまで参考です。なんだろう、なんだろう。でもお塩さんファッションセンスとか良さそうだから、マフラーとか、マフラーとか、なんだろう、実用的なものだったら、
わかんない。加湿器、加湿器。わからんけど、でもマフラーとかだったら嬉しい。ザッキー、ハート、ありがとう。え、ピオリンめっちゃ並んでるよ。だからね、買ったことないもん。買ってみたい。名古屋帰ったら買いたい。名古屋帰ったらラーメン食べたい。ザッキー、ハートいっぱいありがとう。あやなさん、こんばんは。すみっこ暮らし、すみっこ暮らしはあんまりよくわかんないけど、自分は基本的にすみっこ暮らしです。僕隊の準備しておく。ありがとう。僕隊、私も頑張ります。意味考えたら終わりのことあるし、意味は考えずに使ってこう。確かに確かにね、意味知らなく、意味を知らずに使ってる言葉多いかも。ちょっとお茶飲まして。リップ塗っちゃおうと。ただいまお茶飲んでリップ帰ってきた。メル君、やっほー。山口の見どころ秘密に一つ。見どころ、見どころか。でもやっぱり、見どころ、いっぱいあるけど、ユニットかな。やっぱりユニット曲、ユニット曲は結構、まあ8人だの公演だから、この子がこれかなみたいな、1人2曲ぐらいあるんだけど、人数的に多分ね2曲ぐらいなんだけど、多分ね1人ずつあるけど、意外なユニットかもしれない、意外なユニットかもしれないっていう見どころ。あとは MC かな。 MC は初めて3期で MC っていう MC をするんですよ。だからちょっとね、どうなるかっていうところかな。自分の見どころとしては、オールで、あ、ちょっと待ってね。自分の見どころとしては、あ、今回の僕隊公演の自分的イメージは結構、まあ、幅広い曲が、イメージの曲があるんだけど、結構曲の雰囲気としてはかっこいい寄りの曲が多いから、そういう系は自分もともと苦手だったんだけど、かっこいい自分に注目してください。話がまとまらなかった、ごめん。かっこいい自分に注目してくださいっていうところです。見どころは、うちはペンライト忘れずいて。ルイさん、ジュー、ありがとう。ボイスつないでやったがおもろいよね。うん、おもろい、そっちの方が。でも最近は一人でやる方が好きかも。あの、大声で歌いながらできるから。あたし参考にします。うん、マウスパッド一択やろ。マウスパッドは最近変えたんですよ。マウスパッドを一番変えてる、なんかなんだかんだマウスパッドを変えました。しょうちゃん、やっほー。明日ポッキーの日です。うわー、もうそんな季節か。毎年ポッキーの日知らずに学校に行って、みんながポッキーめっちゃ持ってきてるっていう事態
に追われてて、いやーっていう日かもしれない、私にとっては。21時まで仕事、大変大変大変。なんとかずる、ない、読めない読めない。10月末に名古屋に行く。お、言ってたね。何しに行くんですか。おすすめのお店は、おすすめのお店は、名古屋はでも結構美味しいラーメン屋さんが多いイメージなんですけど、ぜひ名古屋駅のラーメン行ってください。どこだっけ、名前ちょっと忘れちゃった。薄いメイクしてるとリコチさんっぽい。え、そんな嬉しいこと。うれぴー、リコチさん大好き、リコチさん大好き、リコチさん大大大大大好き、もうリコチさん大好き、リコチさんがいればもう大好き。話がまとまらない。他のアイドルの生誕行くとは言えない。いや、もっと言えないこといっぱいあるから、ママには。大丈夫だよ。大丈夫だよ。プロフィールにいっぱいなんか他の子の名前あったりとか、かすみんの方の方が推してるとか知ってるから大丈夫だもん。大丈夫だもん。たん、たたたたん。ラーメンのお店？デュエイタリアン。デュエイタリアン。ポシャキ回ってきたし、酔ってるので言うですが、す、す、言わん、言わん。えへへ。ニーハオ、ニーハオ。ん？ニーハオじゃない。おあいに、おあいに。ユニット何？言うわけないやろ！言うわけないやろー。早着替え頑張ります。 DMM 最善だけど、そっか、生では見てくれないのか。でも DMM で見て、いや絶対生で行きたいって思わせるわ、任せて。そうなんよ、ネタバレ注意だから怖い怖い。キャッチフレーズは、あの3期はキャッチフレーズはないかな。MC ね、かすみんもヒーターも面白いよね。ユニットかっこいい系の曲多いよね。アイドルとかかわいいけど、3期から昇格してプレゼントネックレスとかあげようか。嬉しい、嬉しいです。 2.5 期生さんの曲発表、確かにドキドキ。自己紹介の時何歳？いや、そうなんよ、私さ、もう19歳やん。で19歳で高3って言ったらさすがにやばいんだよね、本当に。でもやりそうなの、やりそうなの、やりそうなの、やりそうだから怖い、本当に。もう高校3年生19歳だったら、もう何年留年したのってなるから怖い、本当に。でももう高校生の時のクラス忘れちゃったんだよね。1年経ったら忘れちゃうから、私の脳内は。ね、ノアピさんの誕生日。こんばんぬん、こんばんぬん。誰でも大好きって言ってそう、間違いない。世界のみんなが大好き、世界のみんなが大好き。
でも私はあのなんだろう、数人にしか心開けないタイプかも。いろんな人には心開かないですね。いじったり遊んだりしてこない。そんなことするわけないやん。平石さん、こばば、サツコンで写真もろうた。お、そうなんですか。T シャツ来ました。もうレッスンで、ですごい T シャツ真剣な話し合いするときに着てっちゃって、なんか心の中で気まずい気分だった。グッズ買うために山口辞めた。グッズよりも私に会いに来てよでもグッズ買ってくれるのも嬉しい。キャッチフレーズひどい。みんな伏せ出すかもしれない。目が乾燥してる。MC あなたが一番心配。なんで？私は結構3期の中で MC はちゃんとしてるっていうか、ちゃんと勉強したつもりだけど。こんばんは。今夜の薄いメイクもとても可愛いです。ありがとう、ゆうゆうゆうさん。ありがとう。ワンカンさん、可愛い。ありがとう。留年してる。留年してるアイドルというパワーワード。あ、事実はしてないけど、そういうキャラでいこうかな。もう JK ブランド。いや、マジで高校生詐欺したんよ、初回で。さらやかオタクくんに転生しますよ。私は人は忘れないけど、なんか、なんか思い出っていうか、その思い出とかはなるけど、絶妙なとこを忘れてしまうかも。クラスとかもう本当に覚えてない。でも中学生ちゃうわ、幼稚園の時は覚えてるって言ったら、なんか普通に「え、大丈夫？」って言われた。期待しないで。私に期待しないで、心開いてください。バカーン。ノーミン集団行動嫌い。え、好きじゃない好きじゃない。開いてるもんね。バカーンバカーン。面白い。常に開放中じゃないよ、じゃない。え、私は3年ぐらいその友達じゃないと心を開けない。本当に犯人も心を開いてくれるんかな。え、だからなんだろう、いっぱい話してたりとかしてればしてるほど心は開いてるかもしれない。そうけど開きます。俺もなかなか心開けない。いや、そうなんよね。わかる。マジでわかる。開く気はあるけど、なんかね、わかる。イェイ、ウェイヨウ、ウェイヨウ。ナーミョン実年齢より、え、めっちゃ言われるかもしれない。どっかでも言われた。そう、目が、イチゴとは仲いいです。あの、遊びに行ったりとかもしますよ。誰には心開くんですか？全体的に
いや別に心開く開かないは仲良くなったらって感じかな。ナーミョンに質問。お、不要物さん、お久しぶりぶり。ももが心開いてくれたら結婚して。お、じゃあ確かに。でも心開いてから、心開いてからが重要なので、まあその後かな。中学同じクラス、え、そうだったね。そうだったね、牛さん。同級生の名前めっちゃ覚えてる。絶妙なとこ忘れちゃうね。眠たいね。あつしさん、お疲れ様。ナーミョンの話会申し込めますよ。申し込めますよ。23日のお話会から参加するんですけど、23日はもう受付が終わっちゃったので、次の回からです。簡単に言えば、確かに心を開くのであればその方法が一番早い。だからこの、なんだろう、わかんないから、やっぱなんでもない。どうもコメントとお話し会のキャラが違いすぎると言われるオタクくんです、こんばんは。確かにちょっと違いそうかも、違いそうかも。でもめっちゃわかるに、私も LINE でする話のキャラと現実のキャラがギャップがありすぎるって言われる。ちょっとよくわからないです。石の上にも1000年だっけ、10年です。ひーちゃんとか、え、そう、ひーちゃんはめっちゃすぐ開いてしまった。じゃあリリーのみんなに、え、リリーのみんなは開いてるよ、大好き。でもリリーのみんなはなんか本当に3ヶ月、マダチェンとかとアンジーと出会って3ヶ月ぐらいの時にはもう超心開いてた。アイちゃんも会ってすぐ仲良くなって、でその2人が来てくれて、でなんかすごいだいぶみんなとの距離も縮まって、だからなんだろう、奇跡の出会いって感じを感じたっていう話をこの前してたところだったの。赤いチェックスタートの上の服の服何色がいい？赤だったら黒かな。私は黒を合わせるかも。うつさんこんばんは。仲良くなろう、仲良くなろうね。改めて聞くけど天然じゃないです。のあちゃんと結婚したら大変だよ。そうだよん。大変だよ。お話し会たくさん来て、心開けるかも。そしたら広島もしかしたら申し込むかもしれん。いや、ももにはもう謎の人だから、そろそろね、ちょっと会わないと。謎の人、謎の人かも。お話し会再販で、お、嬉しい。なちゃまこさん嬉しい。それまでにショールームでいっぱい仲良くなっちゃおう。いっぱい仲良くなっちゃおう。リーナちゃんくらいしかわからんけど、お、リーナちゃんのファンの方ですか？眠たいかもしれない。一押しにしたら開く、そんな単純ではありません。私はそんな単純ではありません。眠たい眠たい。着ぐるみの人って覚えられ始めてます。え、みんな知ってるんじゃない？カミリナさんと、え、でもカミリナさんはなんかレッスンでいつも会う人物じゃなかったから、結構待ち時間とかに、なんだろう、
行ったりするじゃん。あと先輩だったから時間かかったかも、カミリナさんは。でもカミリナさんの性格が好きすぎて開いた。サンキちゃんの中だと1なので心開いてくりの気持ち。でも結構開いてる、なんかここぐらい。ワイもリリーに属してたけど、確かに確かにね、そうだもん、そうだったわ、一緒にいたもんね、中学校同じだったしね。3期生全員と心開けてる。でも3期生は結構なんていうの、腹を割った話結構するからね、そこそこかな、そこそこ。でもそこそこって感じかな。サンタマーメンになります。もしかしたらトナカイかもしんないよ。そんなことはないのかな。ショールームの楽しみ増えた、嬉しい。眠たい眠たい。猫さん悲しい、猫さんの部屋に行けないんだ。ちょっと眠たいかも。ダメですか、ダメって言ったら、ダメって言っても行くから大丈夫。押し増し禁止って言ってます。いや私はもう、私が DD なので DDOK ですよ。DDOK 派です。 DD 歓迎。いや私はなんか人と考え方がずれてるかもしれないけど、でもなんかいろんな人好きな方がなんか全体が盛り上がるのでいいと思います。みょんみょんすぐ覚えてくれて仲良くしてくれて本当嬉しい、すぐ推しになりました。嬉しい、私マジで覚えるの得意だから、あのすぐ、もうライブで見た時に、ライブで見た人は絶対忘れないし、なんかね、心が通じる波長を感じた。波長を感じました。サキポンって誰誰。宮地さんありがとう。気まずくなります。いちご受け継いでんじゃん、なあちゃんまっこさん、気まずだね。4ヶ月、でも4ヶ月結構早かったかも、話しやすいから。可愛さましたありがとう。おしましでいきます、いざとなれば。いや猫さんの部屋に私は、猫さんの部屋めっちゃ楽しみにしてんのに、悲しい、猫さんとの部屋に行けなくて、復帰直後に行けなくて悲しい。ふんふんふん。6人推しです。そうだよね、あのメンツの中に私も入れているのが嬉しいよ。キャロットさん、来るもの拒まず、みょんみょん拒まないです、拒みまへん、記憶力武器。本当に、でも確かにそうかも、暗記力はないけど記憶力はいいよ。眠たい眠たい。お見送りで叫ぶファンです。そうなの、嬉しい嬉しい嬉しい。忘れられてたらショックすぎる。いや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 、忘れるわけないでしょ、覚えてるよ。
面識ない人におしおさんって言われたの面白っ私も言おっと、おしおさんですよねってツイッター見てますよ、キャロットさん。あーちゃんほんまに俺のニックネームタメ口で、あ、宮っちさんの方でいいの。ってことだよね。推しが覚えてくれるとかな、応援したくなるよ本当に。私は覚えておるよ、取りますってことで、そろそろ眠たいのでランキングを読めます。13位キノコカパパさん、12位クマネパパさん、11位雪メロディーさん、10位ユナイテッドさん、9位ゆういちくん、8位ザッキーさん、7位長谷川さん、6位おさまるさん、5位山賀のしょうちゃん、4位よしここくん、3位持続さん、2位ウエマンさん、そして1位は保安官さん。ありがとうございます、ありがとうございます。自分ももに2回しかももに当てないのによく覚えてる。いや覚えてるよ。やるなら最後まで。いや、やれきれないタイプだったから眠たい。おやすみみんな、みんなおやすみ、眠たいよ私は。おやすみなさい、眠たい、超眠たい。みんなおやすみ、バイバーイ。今日もネットフリックスを見てお風呂に入るよおやすみバイバーイ。楽しかったよ、ありがとう。おやすみなさい。晩ご飯、お、いいね、いっぱい食べてね。おやすみなさい、バイ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 キーン、バイバーイ。